皆さんこんにちは。新古典絵画研究所の三村実です。いつもご視聴ありがとうございます。さて、今回は西洋の油絵の歴史を軽くやっていこうと思います。端的に言いますと、19世紀以前には色が少ししかありませんでした。ベースとなるのは白と黒と土を原料にした渋めの黄色やブラウン系の絵の具でした。今で言うとイエローオーカーやレッドオーカー、ローシェンナ、バーントシェンナ、ローアンバー、バーントアンバーあたりでしょうか。あと暗い緑のテールベルトも緑の土という意味です。赤や青、黄色ももちろんありましたが、非常に種類が限られていました。また特に青はとても高価でした。僕は専門家ではありませんので、今回はネットなどの情報をまとめてみた程度の内容になります。興味を持たれた方はぜひご自身でもいろいろ調べてみてください。それでは本題に移っていきます。まずこちらの作品をご覧ください。こちらは17世紀にイタリアで活躍したグレイド・レーニによって描かれた聖セバスティアヌスの殉教という絵です。三島由紀夫が真似をして写真を撮っていたのでおなじみの絵画ですね。グレイド・レーニはローマにアトリエを構えてバチカンから仕事も請け負ったりしていて、ゲーテに神のごとき天才と言われていたそうです。さて皆さん、この絵には何色ぐらいの絵具が使われていると思いますか？参考に彼のパレットを持った自画像を見てみましょう。この絵は1602年頃の制作のようです。日本だと江戸時代の初めですね。パレットを見てみますと7色載っています。上からオレンジがかった赤、おそらくバーミリオンでしょう。次は白、古くからある白でシルバーホワイトですかね。次はイエローオーカーでしょうか。その下の赤茶は、レッドオーカー。さらにその下は今でいうクリムソンレイキのような紫がかった濃い赤です。この時代だとコチニールという貝殻虫から取れる染料から作られた絵の具ではないかと思われます。その次の、濃い緑のような色はテールベルトか緑味の強いローアンバーあたりかと思われます。一番手前は黒ですかね。黒は古くから植物を炭にしたピーチブラックや象牙を焼いたアイボリーブラック、油脂を燃やした時のすすから作るランプブラック、酸化鉄から作るマースブラック、オキサイドブラックとも言いますが、いろいろあったようです。ここで赤について深掘りしていきます。先ほど登場した日本でいう朱色のバーミリオンやコチニールの他に、西洋赤根を原料にしたアリタリンマダーなどがありました。こちらは今で言うとローズマダーあたりでしょうか。コチニールのように染料を冷気化させて絵の具にしているので透明色だったと思います。冷気化というのは水溶性の染料を不溶性にして顔料にすることを言います。コチニールもコチニール冷気と言います。今よく使われているカドミウムレッドは20世紀に入ってから普及したようです。あと鉛を加熱して作る赤もあったようです。それでは2枚の絵を並べてみましょう。2枚の絵を比べてみると、セバスティアヌスの肌色はおそらくこの7色でカバーできそうですね。あとは空の青色と木の葉っぱや森の緑ですね。緑はテールベルトで表現できると思います。木の色でもう少し暖色寄りにしてバーントアンバーあたりも使っていたとして、9から10色といった感じです。青については先ほども述べましたが、とても高価だったと思われます。それでは青について深掘りしてみますと、まず有名なのがラピスラズリを原料にした天然のウルトラマリンです。この色はフェルメールの真珠の耳飾りの少女で使われていることで有名かと思います。合成のウルトラマリンは1814年に発見され、1830年頃から普及していったようです。他にどんな青があったかと言いますと、アズライトという色がありました。岩群青、乱銅鉱と言われる青です。この顔料は銅山で取れるようで、15世紀から17世紀のヨーロッパではウルトラマリンよりも使用頻度が高かったようです。ですがこの色もこの色でそれなりに高価だったようで、
銅山のある日本でも使われていましたが、日本では 60g と米1俵が銅価値だったようです。今ではヨーロッパではあまり使われていませんが、日本画では現在も現役な顔料ですね。他にはスマルトというコバルトガラスを粉末にした顔料があったようで、17世紀から18世紀にかけて使われていたようです。あと少し暗めの青で、染料でも使われているインディゴがあります。そして、プルシャンブルーが1704年にプロイセンで発見されました。プロイセンの青という意味でプルシャンブルーと呼ばれています。1770年にゲインズバラによって描かれたブルーボーイでは、このプルシャンブルーとラピスラズリが使われているようです。プルシャンブルーは江戸時代の日本にも伝わっていて、北斎の富嶽三十六景にも用いられているとのことです。現在よく使われている化学合成されたコバルトブルーは、19世紀初頭に発見されました。セルリアンブルーは19世紀半ばのようです。コバルトブルーに関しては、古代ローマでも文献があるようで、先ほど紹介したスマルトもコバルトガラスが原料ですし、全くなかったわけでもないようですが、今のように安価に一般的な絵の具としては19世紀からと考えていいかと思います。それでは次にこちらの絵を見ていきましょう。こちらは18世紀フランスで活躍したルブランの1782年に制作された自画像です。マリー・アントワネットのお気に入りの宮廷画家ですね。先ほどのレーニの自画像から180年経過しています。こちらもパレットの絵の具を見ていきましょう。少し切れてしまっていますが、上から黒、次は濃いブラウン、バーントシェンナかバーントアンバーあたりでしょう。次の濃い赤、コチニールレーキですかね。次は赤茶の、レッドオーカー、次はオレンジがかった赤のバーミリオンでしょう。その次はローシェンナあたりに見えます。その次はイエローオーカー、次は黄色で、一番手前は白ですね。2段目の手前は青が2色ありますが、手前はプルシャンブルーをあらかじめ白などと混色して作った中間色でしょうか。王妃のお気に入りの宮廷画家なので、ウルトラマリンなどの高価な絵の具も使用できたとは思われます。隣のピンクはコチニールレーキと白あたりを混色して作った中間色かと思います。ここで先ほど飛ばしましたが、黄色について深掘りしてみましょう。今でもある鮮やかな黄色のクロムイエローは1809年に製造されたとのことです。同じく今も一般的なカドミウムイエローも1820年代に合成できたようですが、市販されたのは1850年頃とのことです。透明色のオーレリンも19世紀半ば以降なので、この頃にはありません。時代的には17世紀から18世紀に多く用いられていたネーブルスイエローのように思われます。それより前に少し使われていた、鉛とスズから作られるリードティンイエローやヒ素を含んで危険なオービメントという黄色もあったようです。ネーブルスイエローは今売っているものは黄色と白などを混色した中間色ですが、この頃は製法によって緑がかったレモンイエローのような色からやや赤みがかった黄色まであったようです。それではもう一枚見てみましょう。こちらは自画像ではなく、ルブランの描いた画家ベルネの肖像画です。こちらを見ると黒から褐色が増えていますが、黄色は同じものでしょうか。奥の段は濃い青はプルシャンブルーのように見えます。その隣はプルシャンブルーと白などを混色した中間色でしょう。それではさらにもう一枚見ていきましょう。19世紀に入って、1826年に制作されたゴーヤの自画像です。スペインブルボン家の宮廷画家の彼ですが、色数はルブランたちとあまり変わっていないようですね。この絵だと青は使っていないようです。最後に1860年頃に描かれた印象派のバジールの自画像です。こちらもパレットに注目して見てみましょう。一番上は黒のようにも見えますが、ダークブラウンでしょうか、バントアンバーあたりでしょうかね。隣はバーミリオン、その下はイエローオーカー、その下の黄色はルブランより鮮やかに見えます。クロムイエローかカドミウムイエローでしょう。そして下へと続きます。下の向かって右側の
濃い鮮やかな緑はビリジャンでしょうか。ビリジャンは1839年に発見、1859年から安価に大量生産が始まったようです。その隣の緑がエメラルドグリーンのように思われます。この色はパリグリーンと呼ばれたとても危険な緑かもしれません。シェーレグリーンというスウェーデンで1775年に合成されたエメラルドグリーンのような緑はヒ素を原料にしていて、それを少し改良したパリグリーンという色が19世紀に大流行しました。ドレスの生地や壁紙に使用され、たくさんの健康被害を出したようです。緑はこの時代だとクロムグリーンやカドミウムグリーンも普及しています。緑についても少し触れておきますが、緑で古いものだと濃い緑のテールベルトがあります。今でも普通に販売されています。あとはクジャク石を粉砕して作るイワロクショウと呼ばれているマラカイトがあります。今回の巨匠たちの自画像では登場していませんが、こちらもヨーロッパでもよく使われていたようです。バジールのパレットに戻って、左端は合成されたウルトラマリンだと思われます。19世紀後半に一気に色数が増えているように思われます。最後に少し余談になりますが、レーニとゴヤの自画像を見てみましょう。この2枚の自画像のパレットには青はないようです。このような肌の色を表現するとき、19世紀以前には青を用いていなかったように思われます。その頃の肌の色にも感触は見受けられますが、高価な青ではなく、おそらく黒を用いていたのではないかと思います。黒で混色した中間色は赤みのある褐色の有色下地の上に使用すると青みを感じます。僕はこれを踏まえて肌に黒を混色した色を使っています。実は今回の動画は、黒は使ってはいけないのかというテーマで動画を作ろうとしてできた動画です。今の日本では黒は使っていけないとよく指導されますが、19世紀以前にはそれは少し難しかったように思われます。混色の基本を学ぶため黒を使わずに濃い青やクリムソン霊気などを混色して黒の代わりにするのはとても勉強になりますし、実際彩度が高く画面も明るくなるので有効かと思います。ただ古典絵画を模写するときには少し色数を制限してみるのもいいかと思います。いかがだったでしょうか。今回は巨匠たちの自画像を見ながら絵の具の歴史を考察してみました。僕はあまり技法を再現することには興味が湧かないので、色味の制限は少ししますが、現代の色を使っています。今回はウィキペディアなどのネットなどで軽く調べた程度ですので、非常に薄い内容でしたが、興味のある方はぜひもっと深掘りして調べてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。